串引きパーキングエリアに今小休止中です。周りは何もない山奥。正勝っていう人は大阪の千早赤坂で生まれてから、こんな東北の出羽三山だとかあるようなすごい山奥を通ってあちこち暗記されたっていうことに今改めて驚いています。全く縁もゆかりもないこんな山奥に来られた正勝公の心境ってどんな感じだったのかなっていうことを思いながら山越えをしてるところで、聞くところによると森役の恩知左近も一緒に友をして、割と大勢の大軍団で新潟県ねの興雲寺さんの方にやってきたというふうに伝わっているらしいです。地元ではね楠木正則が三男っていうふうにそう伝わっているんですけど、新潟県とかのこの辺の方では楠木正則という人は四男というふうに言われているそうなんですね。正成さんには一人娘さんがいたんですよね。私がよく名乗っている楠木千早っていうね女の子がいて、千早姫って言われている女性ですけど、なので女の子も含めたら正成の子供たちっていうのは正面正時で、間に千早姫で正成と、この4人兄弟になるとなれば4番目の子として正成が四男というふうに言われてても、まあ不思議ではないかな。正妻の子ではないみたいだけど、何人か兄弟がいた、その正妻じゃない子も合わせると6人兄弟だったっていう、ちゃんとした正妻の子供たちっていう意味では4人兄弟ということになる。現地に立たなければ絶対にわからない歴史っていうのを今回も改めて感じさせていただいた次第です。というわけで、これからさらに山形の奥深くに入っていきたいと思います。今バスさんの山中を通って、出羽三山という山地を抜けながら、さらに正勝公の足跡をたどっていこうというルートになっています。楠木正勝が開いた、お寺と言われている比仙寺というところに来ました。ここは山形県小国市町というところで、もともと今湖の底になっているところがこのお寺があった場所、その湖の底に沈んでしまったので今はこの場所に移転している。本寺は新潟県村上市の興雲寺さんが本寺になって、ここはその松寺、別のお寺のご住職はここを兼務されているっていうことなんで、ここにご住職はいらっしゃらないんでお話は直接は聞けないですけれども、昨日偶然行ってきた同じく山形県のお寺である吉祥寺っていうお寺のご住職がもともとここのお寺のご住職さんだったそうで、その方からこの比仙寺さんのこともいろいろとお聞きすることができました。ちょっともう文字が剥げかけてしまっている。このお寺を開かれたのが楠木正勝さんだということです。吉祥寺っていうお寺に伝わっているバグ、正勝公がつけておられたというバグはこの比仙寺さんに伝わっていたものだそうです。隣には駒野神社というね、鎮守の神様がおられるような感じで一緒に祀られていますね。はい、というわけでダムが見えてきました。このダムを作るために沈んでしまったのがさっきの比仙寺さんで、比仙寺さんの境内に大イチョウの木があったんですけど、その大イチョウの木も別の高台の場所に移植されたということで、今その大イチョウを見に行こうと向かっているところです。大イチョウは楠木正勝公が杖として使っていた木をそこに刺して刺し木にしたみたいね。でそれがそのまま根付いて大イチョウ
寺の大井町のある場所に着きました。横がダムです。さっき見た飛仙寺の境内にもともとあったイチョウだそうで、応永34年1427年楠木正成の、まあ、四男と書いてありますが正則の子である楠木正勝、出家して血道脳症和尚によって、この場所に杖としてね持っていたものを植えて根付いたのがこの大井町だそうでございます。飛仙寺は1754年に火災にあって焼失、1803年に再建したけども1913年に再度火災に遭い焼失してしまったということで、飛仙とは竹から落ちる水しぶきという意味を表し、この場所が、滝 の、 その存在というのがね大切だったということが分かる立地になっているということだそうです。これはイチョウの移植の様子まで書いてありますね。楠木正勝のお手植えのイチョウなんで、 あれかな。はい、どうぞ降りてってください。車持ってきますので。はい、ありがとうございます。はい、ここに植わっているのが楠木正勝公がお手植えになった大イチョウの木です。その向こうに見えているダムがもともと大イチョウが植わっていた、場所のダムということになり、そこに飛仙寺がありました。すごく綺麗に紅葉していて美しい秋の景色が広がっています。このお地蔵様が飛仙寺に納められていたそうで、子育ての地蔵様として尊敬されてきたらしいです。母乳の足りないものには御利益があったらしくて、各地から多くの参詣者が来たということでした。横川ダムが建設、この後ろにあるダムねが建設される時にはこの場所に移されて、で飛仙寺はさっきの場所に再建され、でそのお寿司の中に再び、安置されたのがこのお地蔵様。まあ、樹齢600年ほどは経っている大イチョウなので、すごく幹周りもぶっといですね。飛仙寺の大イチョウと書かれていますが、だいぶ薄くなってちょっと見えなくなっている感じです。もともとは杖だったっていうのがすごいなって思いますね。でこの底に飛仙寺がかつてあった場所っていうのが沈んでいるんですけど、飛仙寺っていう名前からして滝がそばにあったっていうことは分かっています。今ザザザッと周りを見るとあそこに滝らしきものが見えているので、この滝の近くかどこかに植わっていたイチョウの木とお寺だったのかなと。正勝公は新潟県村上市の幸雲寺に最初入られて、そこのお寺を2代目さんとして自分の師匠の後を継いでそのお寺を守られた。そこで多くの弟子を抱えて修行を指導されている中で、偶然この場所がね、楠木正成と の、 あの治療地、後醍醐天皇から所領をもらった場所がすぐ近くにあって、山形県の今の小国町ですけど、この場所でお寺さんを勘定してほしいということで正勝公が建てられたのが飛仙寺で、その際に持っていた杖が
根付いて大銀杏になったということだそうです。はい、というわけではるばる関西から山形県の小国というところまで来ることができました。今回も南高研究会の参助会員でいらっしゃるね、森谷さんに車を出していただいて遠いこんなところまでね連れてきていただいたことに本当に感謝しています。森谷さんありがとうございます。奥様です。森谷さんいつもありがとうございます。